そういや聞いてないですね。どうしているんでしょう。落ち着いて、大丈夫よ姉さん。私を落ち着かせて。感情の制御ができないのは未熟者、未熟者です。私は今回の柱稽古には参加できません。カナオ、こっち。私、もっと師範と稽古したいです。私の姉、カナエを殺した鬼について話したいと思います。その鬼の殺し方について話しておきましょう。